ご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は野村古道作銭形平治取物控えより八五郎子守歌。この作品は昭和29年1954年オール読み物に掲載されたものですその後1957年 平治「鳥物全集第21巻に収録されました「青空文庫」にはまだ収録されていない作品ですそれでは本文をどうぞ八第一章「お彼岸杉」のよく晴れた日村の空き地で張り物をしていた女房のお静は。 姉さん、かぶりの手ぬぐいも取らず、帯へ挟んだ合わせの裾もそのままいかにも慌てた様子で飛び込んできましたねえ。お前さん、大変なんです。本当にどうしたことでしょう？何を慌てるんだ。下着で雀にのりでもなめられたのか、平次は相変わらずの武将タバコあらんばいになったまま、南円に並べた秋草の花を眺めているのでした。 それどころじゃありませんよ八五郎さんのおばさんが青色を変えて飛び込んできましたよ親分が縁側にいると聞いて庭の方へ回りましたがそう言いながら気がついたらしく慌てて前帯に挟んだ裾を下ろして姉さんかぶりの手ぬぐいをくるりと首を回して取るのですもう二十三にもなるのにこのないせいもあるでしょういつまでも若くて清潔で どこか子供っぽいところのあるおしずです心配するな向こう柳原のおばさんならいずれ八の野郎が岡場所へでもはまり込んで三日も帰らないといった話さあの野郎は気が利かねえからおばさんのところへつけんまでも差し向けたんだろう平次は自弱としてぐろをほぐしそうもありませんおはようございますおはようございますおや向こう柳原のおばさん 体操は早いんんだね。今日はまたどんな用事で。平次はようやく起き直りました縁側には朝日がいっぱいにさして秋晴れのすがすがしさはまた格別ですが日向に立ったおばさんの顔はおしずを驚かしたほど恐ろしく難しいものです親分私はもう悔しくて悔しくてボロボロ泣きながら飛んできましたよ。八五郎のおばは、 気をいこんでまくし立てるとはたと絶くしてマイカケで涙などをふくのです。どうしたんだおばさん。恥のやろうがまた変なことでもやりだしたというんで。変なこともほどほどで大概のことには慣れているから驚かないつもりですがあのことをきたら私の知らないうちにどこかの馬の骨と仲良くなって女の子まで産ませていたんだから私はもうおばさんはまた悔しさがこみ上げて絶くするのです。 そいつは気がつかなかったねハチにしちゃ上出来と言ったらおばさんに怒られるだろうがあの開けっ放しのハチゴロウが隠れて女をこしらえるなんてこいつは平次はつい吹き出し祖父になっておしずにたしなめられましたおばさんの真剣さを見るとこいつは笑い事ではなかったのですゆめ、べつ前でした小粋なとしまが来てハチゴロウ親分のおばさんでしょうと言うから そうですよ」と言うと「私は八五郎親分に可愛がられたものですが二人の間に子供まであるのに訳があって別れてしまいました今度身の振り方に困って遠いところへ行くについては足手まといのこの子を引き取っていただきたいと思ってまいりましたそう言って四つか五つの可愛らしい女の子を入り口の二条へ押し込むようにそのまま帰ろうとするじゃありませんか なるほどそいつは驚いたなハの野郎に女があってコまで産ませたというのはわしもハチみだこの話の飛躍的な筋には平次も少なからず驚いた様子です 私は肝をつぶして女の袖を引き止めあいにく本人は留守だが八五郎に子なんかあるわけはない子までなした女をふり捨てる八五郎でもないそれは何かの間違いだろうというと女がちぎった男を忘れていいものでしょうか八五郎親分に聞けばわかりますと私の手をふりもぎって逃げ出してしまいました町は暗いし私は年寄りだしどうすることもできませんまもなく八五郎が 鼻ふたまじりでのんきな顔をししてて戻ってきましたその憎らしいということは蜂は何と言うんです尺に触るじゃありませんかそんなことは知らないというくせに面白そうに女の子を抱き上げて明かりのそばでつくづく顔を眺めこの通り顎も長くないし俺には少しも似ていないが丸ポちゃんの色白でとんだかわいい子じゃありませんかせっかくだから しばらく会っておきましょうよと猫の子でももらったような気楽なことを言ってるんです私はもう腹が立って腹が立ってと」と起請門のおばさんは我慢のならない様子です第二章八五郎の底の抜けたのんきさは銭形平次も心得ておりますがそれにしても自分の子を3年も4年も放っておくはずもなく毎日一度や二度は おかぼれをこしらえるという八五郎ですが、隠し子などを神妙に隠し合わせて、おばさんや平時にあっと言わせる柄でもありません。八にそんな芸当があろうとは思われねえ。一体どんな女でした？おばさん、平時も珍しく興味をそそられた様子です。入り口は暗いし、女は顔を隠すようにしていたから、よくは見なかったけれど、二十四五かしら毛の多い人で。 小粋な造りが目立ちましたよ素人じゃありませんね鼻筋の通った頬のふっくりした青白い顔で本当に八五郎にはもったいないくらいおばさんの口からこう八五郎にはもったいないくらいと言うのです向こう柳原の酔い闇にまき散らした謎と魅力は思いやられますおばさんは今までに一度も会ったことのえい,い女ですね あんな化け物を見たこともありませんよ。憎らしいほどのいい女でしたが、どうせろくなものでないに決まっています。おばさんはプンプンして、まだ怒りが解けない様子です。連れてきたのはどんな子です。確かに蜂の子にちげねえでしょうか。あらわたつけれど、本当に可愛い女の子ですよ。あまり人見知りもしない。年を聞くと四つと指を四本出してみせるし、 名前は「おひな」とはっきり言いますが「おっかさんは」と聞いても「あっちあっち」とまるっきり見当がつきません知らないうちへ置かれて人見知りをしねえところを見ると盛り場で育ったか商売人の子かともかく派手な暮らしのうちの子らしいそうでしょうかともかく一晩私のうちに泊めたけれどろくに泣きもしません面白えなちっとも面白くありませんよ 私はご存知の通り早く亭主に死に別れて自分の子というものを育てたことがないでしょうもてあまして腹ばかり立てていると八五郎が見かねて私が相手になってやるからと2階へ連れて行ってお菓子をやったり分かりそうもない話をしてやったり子供が少しむずかると座布団の上に寝かしてやって自分の土寺をかけて調子っ端連れの子守歌なんか歌ってるじゃありませんか。 ハチが子守唄をねそいつは聞きもんだろう子供唄のメリヤスは家元もご存じあるね私はもう腹を立てて寝てしまいましたがねゆんべはとうとう八ご五郎の馬鹿がよっぴてあの子の森干した様子ですよどうしたもんでしょう親分ハチが気に入った女があるなら引きずり込んでも駆け落ちをしても野暮な文句を言う私じゃありませんが妹も親もわからない子供を持ち込まれちゃ世間の手前 これが命でございますと披露もできないじゃありませんかそれは無理もないことでした平治は慰めようもなくしばらく考えておりましたがともかく行ってみましょうよ相手が八五郎だから鼻っから甘く見ているがあれで飛んだところに隠し女があったかもしれねえし平治はおしずの気厳な顔に見送られておばさんと一緒に出かけました明神下からら向こうやぎわへ 近い治も,もおばさんも命名のことを考えて向こう柳原の裏長屋へ着いたのはもう昼近い頃でしたあれですよやぶん。おばさんは入り口の格子戸も開けずに平治にささやくのですなるほどそう言われて気がつくと2階から調子の外れた堂間声で「 ハチの,の声だね本人は子供をあやしているつもりでしょうがあんなふたを聞かされちゃ大概の子は虫を起こしますよおばさんは善意と悪意とこね混ぜたように目くばせをして格子を開けました何してるのさ銭形の親分がおいてだよいいよいいよこっちから登っていくから平次は おばさんをなだめるように狭いはしごをか階に上りました万年どこに破れしょぼか壁には古着屋ほどに夏冬のものをぶら下げてその中で子どもをあやしているごろ郎はまことに奇拍しの1ページ山めぐらしの大世話ばでした「ついませんぶんこの子がなかなか離れねえもんでケロリとしてこんなことを言うごろ郎です」 第3章おめえに隠し子があったんだってね。おばさんが肝をつぶして、オレンジ飛び込んできたよ。その子の母親は誰だい。平次は少し畳みかけました。古畳の上に、片膝をついて、八五郎の抱いている、女の子の顔を覗きながら。それがわからねんで困っちゃいましたよ。ゆんべから考えているんだが、どうしても見当がつきませんよ。八五郎は 長い顎をブルブルンと振るのです嫌な野郎だなこまでなした仲なら今さら文句は言わねえおばさんを解き落として俺が仲人をしてやるよ潔く白状しな白状するにもしねえにも身に覚えのねえことでまるでお知らせだおめえが関わり合った女を片っ端から思い出してみなどうせ過去帳を広げてみるほどの人数じゃあるめ、ね、えそれがその 八五郎の顔はくしゃくしゃになるばかりですしようのねえ野郎だ子供を持ち込むぐらいだからどうせ行きずりのおかぼれや色町のショ女じゃあるねえどうしても思い出せねえんでこの子の顔を見て目利きしてくださいよこの子を産んだ母親の見当はつきませんかとんだん可愛らしい子でしょうやぶんどれ見せな俺が抱いたところで見当もつくめえが平一は 八五郎の手からごぼう抜きに女の子を受け取りました色白の丸ぽちゃで二重顎の目の大きい全く可愛い子です身なりもよく友禅の合わせ腰に巾着は下げておりますが中には紙に包んで小判が一枚書いたものは何にもありません守り袋は空っぽですよ迷子札もへそのお書きもありやしません小判一名添えたのは捨てる子への親の慈悲だろう。 そんな慈悲があるなら親の女だけでも教えておくか書いたものを身につけさせりゃいいのにいい年間だったそうすよ親分八五郎は釣り落とした魚みたいなことを言うのです諦めろおめえには顔を見せたくなかったんだもっともこの子の身なりのちぐはぐなところやつけひものつくろい鍵咲きのつくろいなどの下手さ加減を見ると母親は針を持ったことのねえ女だへえ その守り袋を見せてくれ紐が切れて丈夫な糸で縛ってあるがおめえはこの糸をんだと思うまがいものの唐錦の守り袋その紐が少し擦り切れて一か所丈夫な糸で縛ってありますがその半透明な糸に特色があります釣り糸じゃなし弓鶴じゃなしこれは何でしょう見たことのある糸ですが要求の糸だよハチ。 おお、なるほど要求の糸のくずで子供の守り袋の紐を作ろうのは誰だろう要求に凝った人はそんなたしなみの悪いことはしませんね要求場の女だよ雇る女には随分い,いい娘がいるからそれなら知ってるのは5人や3人はありますが言い交わしたのはなかったのかおあいにくで <laughs> 吉原の太夫には言い交わしたのが23人あるが 結界場の雇い女じゃ色男の方が役不足でよくそうぬけぬけしたことが言えるもんだまあいいおめえのほらに付きあっち選いらんねえこの子の母親を探すのが大事だ無理ですよ親分江戸には結界場が13箇所その雇い女は50人や100人じゃありません急なことじゃ人別調べはできませんそれじゃあおめえがこの子をおんぶして13箇所の結界場を 母親を訪ねてでも歩くかそれともこの子を嫁にやるまで見てやる気か育ててやってもかわいませんよとんだかいい子ですっからやしになじんじまいやしたがあきれた野郎だところで身なりは大方調べたが履物はなかったのか紐のついた草履があったそうですよおばさん八五郎がはしごの下に声をかけるとはいこれでしょおばさんは 赤い花尾のゾウを持って二階へやってくるのですどれどれまるでおもちゃのゾウのようじゃねえかかわいらしいでしょそのゾウを履くあんやと来たらお人形のようすよ八五郎は夢中です八このゾウを見ねえか裏は漆喰がついて真っ白じゃねえかそういえばそうっすね小さい赤い花尾のゾウは裏を返すと真っ白 黒い土などは少しもありません13の結界場で近所に不審をしているところはねえのか大きな結界場というと両国浅草深川の八幡様裏神田明神様はつい花の先だしああありますよ白山前の結界場 あの後ろの白山神社は明暦の大火で焼けてそのままになっていたのを今度講議でご造営することになり加藤・近江神様のお掛か,かりで講議から金が五百両檜5 0五千本の寄付があり今は造営の真っ最中あたりはさぞ漆喰だらけだろうそのとおりですよ親分それじゃあ早速白山下の要求場を角並みのぞいてこの子の女親を探しつこい 目印にはこの子の顔立ちを覚えていくがいいおめえとは顔なじみの女にちげえねえ目の下に泣き袋のある唇の両方の端の跳ね上がったあい行のあるこんなところはよく親に似るもんだ平次もそれ以上は説明ができませんそれじゃあすぐ行ってきましょう泣き袋のある唇の隅のピンと跳ね上がった雇い女足も妙に心当たりがあるような気がします八五郎は子供をおばさんに預けて 急いそと出て行くのです第四章八五郎が平次の家へ来たのはその日の夕方でした「母親が見つかったか?」「明神下の路地を入って格子に立つと平次の方が見つけて声をかけたのです」「見つけたような気がしますが大将元気がねえじゃねえかもう昼ような気がしましてね」。八五郎はのそりと入りました。 誠に気のない顔です。女を探し合ってたら昔々大昔に言い交わした女か何かでひどく諸行無常を感じたとでも言うのか大いたしまして言い交わすところまでいかなかったんで6年目の岡れの一人両国の決壊場で鳴らしたおはんでしたよ。まああのおはんさんが あの人なら私もよく知っていますよ男と女と二人まで子供があるのに要求の上手で大層な人気でしたよおしずが隣から声をかけました両国育ちのおしずが名物の雇り女を知っていたのも無理はありませんおめえはまあ黙っていろ八五郎それからどうしたあの子の顔 泣き袋に変わった唇の形なんか思い当たる顔でしたが白山前の要求場を一軒一軒覗いてみて思い当たりましたあの子の顔によく似たいい年間がパンダ屋という店にいるじゃありませんかおお、二十五六でしょうがそれにしてもひどく老けて小粋な体つきや顔立ちこそ昔のままですがちょいっと見た頃えじゃ思い出せねえほどやつれておりましたでも足っしは一目でハッと気がつきましたよ 6年目両国の決壊場にいて大層評判になった雇りのおはんに間違いもありません女も良かったが愛嬌があって女ながらも要求の上手1票200本の矢を100本も当てて手書きという暗い付きの腕を持った大した女でしたその女おはんとか言ったそれがおめえと冗談言っちゃいけません足の色でも何でもあれやしませんもっともこっちは一生懸命になって 三月ばかり通いましたがそのうちに両八とかいういい男がついているとわかってきれいに諦めてしまいましたよ諦める方なら慣れっこで <laughs> 惚れるのも早いが諦めるのも早い。おかげで三十になってもしとるもんでところでそのおはんにあって口を聞いたのか足が見つけて口を聞こうとするとおはんは要求の矢を拾いながらそっと足を拝むじゃありませんか拝んだ 何にも言ってくれるなという謎でしょう。女にものを頼まれて首を横に振ったことのねえ足でしょう。いずれわけのあることだろうと思って、そのまま帰ってきましたが、悪かったでしょうか、親分。いいも悪いもねえよ。それでおめえの気が済むなら、俺は何にも言うことはねえ。その代わり黙ってあの子を養っていかなきゃなるねえ。しがありません。昔のおかぼれが拝むんですもの。後でお礼の一つも言われりゃ、それでいいとして、 ともかくあの子を見てやりましょうよ。とんだかわいい子ですよ、親分。こういううちにも、おばが叱って泣かせなきゃいいが、それが心兵で。こうした八五郎に、平次も何にも言うことはありません。 第5章それから10日ばかり明神様の森も色づいて虫の根は夜ごとに茂くなりますがどうしたことか八五郎は向こう柳原にこもったきりめったに顔も見せません両国へ行ったついでに押しずにのぞかせると「八五郎さんはどうしたことでしょう近五郎はあの子で夢中なんですって」。 おおもちゃやや菓子を買ってやってたり自分で見立てて小切れを買ってきておばさんに「ひなちゃんが寒そうだからおちゃんちゃんを塗ってくれ」と言うんだそうです初めのうちは呆れていたおばさんも近頃はその一生懸命さにほだされて朝から晩まで大にぎわいですって変なものですねこのないおしずには2人の夢中さが不思議でたまらなかったのでしょう。月が ようやく丸くなりかけた頃とうとうこの事件も最後の幕に行き着きました八五郎の大変だこやぶんどうした八まさかあの子が逃げ出したわけじゃあるめ平次は何か予期していたように慌てた八五郎を迎えましたとうとうやられやしたよあれが白山前の決界場の半田屋九太郎です 金ができて、男が良くって、土地の顔役で、雇り女だけでも五、六人使っている、半田屋九太郎が、目指しのようにやられましたよ。人間が目指しのようにやられるかよ。目をつかれたんだから目指しじゃありませんか。で、それっきりなら何でもありませんが、その半田屋のお食が、あの子の母親のお半田から底辺じゃありませんか。雇り女のお食ってやつがあるか ともかく行ってみてください白山の茂吉が来て朝から引っ掛け回しておりますがよし行ってみようだがおめえはどうしてそれを知ったんだ向こう柳原と白山は近くねえところだが三日に一度は白山の結界場を覗いてみていますよ今年は巣鴨に用事があって出かける途中でひょいっと覗くとよしよしおひなにむずかられておめえは五年目か六年目のおかぼれを思い出したんだろう に用事がある顔じゃねえへっどこも愛せんやせんおめえはおひなのことを誰にも言わなかったのかなんにも言いやしませんおはんは足の顔を見ると目をパチパチさせてそっぽばかり向いていますよわけがありそうだしばらくなんにも言うなさあ行こう平治と八五郎は白さんに急ぎましたその頃の要求の盛んだったことや結界場の様子 要求の道具方法のことなどはこの物語にも23度書きました最初は後期の遊びであったといいますが徳川の3代四代将軍の頃から江戸市政の贅沢人の遊びとなり幾度かの天下の後徳川末期から明治の初めへかけては四匠靴の慰みに堕落してしまいました平治の活躍した頃は まだなかなかに洒落た遊びで、江戸の町人たちはこの技を競って番付けまでできるほどの盛大さでした。二尺八寸の弓に九寸の矢、七軒半の距離から黒川の安土に張った三寸の的をいるのですから、これはなかなかの技巧を要します。矢は二百本を持って一票とし、そのうち五十本を当てたものを手書き、 百本的中を出描き百五十本を金売百八十本を大金売と言いい後には非常な名人が現れ特に都一中のごときは二百本をことごとく当てたという話が伝わっております。そのの要求結界場が江戸十三箇所白山の半田屋久太郎は自分の経営する結界場の裏に住んでおりました。 なかなかの構えですが店中はものものしくも緊張しておりますおや銭形の親分ちょうどいい俺一人じゃ持て余しているところだ迎えてくれたのは白山の茂吉でした中老人と言ってもいい年配の御用聞きですが若い銭形平次に傾倒して来てくれたのを本当に喜んでいる様子です八が通りかかったそうで お調べの邪魔しちゃう悪いが少し心当たりがあるからちょいっと見せてもらおうと思ってやってきたが邪魔どころじゃないまだ五軒姉前だし下子人の疑いのかかった女をあげたもののどうしたものか迷っているところだよそれじゃ平次と八五郎はうちの中へ入りました結界場とは店仕切りがあって奥はなかなかに広く四五人の若い女が ううろうろしているのも特色的です奥の一間6畳の窓際に死骸はそのままにしてありましたこの通りだ白山の茂吉が死骸の顔にかけた手ぬぐいを取ると「ほ、これは!」さすがの平次も思わず声をのんだほどの凄まじさです殺されたのはこの家の主人で顔の通ったボスでもあり有名な美男でもある 半田屋の弓太郎三十四五の男でした身なりは絹物には違いありませんが明らかに不断着のまま少し着崩れて引きつった獅子握りしめた拳それに大した不思議もありませんが仰向けになった両岸に2本の要求の矢左右に1本ずつの磨き抜いた美しい矢が突っ立っているではありませんか。 矢は深々と二寸ほどずつ、二本の矢が平行でなく、不思議な角度で交差しているのもきっですが、明らかにその矢で死んだらしいにもかかわらず、目からは大して血の流れていないのも不思議といえば不思議です。平次は顔を上げて窓を見ました。死骸の前の南窓は大きく開いて、そこには格子もありません。ここの窓は閉まっていたのかな お民を呼んで聞こう九太郎の世話をしていた女だも吉が後ろを振り向くと古文の者が気を利かして若い女を呼んできましたこれがお民というのでしょう二十歳そこそこの雇り女自分の踏んでいる大地がいつでも揺れているようにくねくねと不思議な曲線を描いて歩く女です器量はなかなかによく目鼻立ちの大きい表情一 倍に媚びを氾濫させる顔立ちでもありますお民は黙って品を作りましたおめでが見つけたそうじゃねえか平次はぶっきらぼうに問いますびっくりしました明るくなったので雨戸を開けようと思ってくると雨戸は開いたままで親方がこんな風になって窓際にひっくり返っているんですもの顔はどっちを向いていた横の方に向いていました手を投げ出して 窓は開いていたと言ったたな。開いたままでした親方は大の厚刈り屋で夜の家を開けておく方が多いんです大抵私が閉めますがユンベはピンバイレンの賭け勝負があって遅くなったものですからおやすさんお女さんたちと一緒にそのまま私も寝てしまいました何時頃四つ半近かったようです今朝になってここをのぞいて私はもうお民はまた息をのむのです 窓の向こうは何だおはんさんの部屋ですゆんべも頭痛がすると言ってお客様があるのに早く引っ込んでしまいましたがここと廊下続きになっておりますお民は意味ありげに品を作るのです銭形の親分気がつくだろうが白さんの茂吉は妙に含みのある調子でしたあの窓からこの窓まで三軒そこそこだこの窓の中には 女ながらも要求の上手と言われたおはんがいるんだよそのおはんは訳があって主人を恨んでいる戸は閉まっているようだねそれも不思議の一つさこっちの窓には最初から明かりがついていたことだろもっとも今朝は消えていたそうだ風が冷るから無理もねえことだがそのおはんはどうしたこっちへ来てみつくれ白山の茂吉は先に立って曲がりくねった廊下伝いに 向こうのの部屋に導くのですその途中から平次は何やら八五郎にささやいておは飯との不意の対面を避けさせました第六章暗い部屋の中にしょんぼりとうなだれている女は足音が近づくと武将らしく顔を上げました昔は美しかったに違いありませんが活気と魅力をすり減らしたような青白さや カサカサした皮膚、熱っぽい目、なんとなく哀れ深い姿です。おめえはお藩というのかを。あ、ゼニ形の親分、親分なら分かってくださるでしょう。私は何にも知りません。憎い憎い、殺してやりたいと思った親方ですが、今度のことは私は何にも存じません。ゼニガ平治の顔を見知っていたものか、お藩は,は急に乗り出すのです。 おめえはゆんべえはんくっだそうじゃねえか。ひどく頭痛がして我慢ができなかったのでお安さんに頼んで5つ前に店から引っ込みました向こうの窓主人の部屋にどんなことがあったか気がつかなかったのか何にも存じません私は自分のことばかり考えておりました 自分のことではなくそれは八五郎に押し付けたお雛のことだったかも分かりませんおめえは主人を恨んでいたのか恨んでおりました両国の結界場からうまいことを言ってここに引き寄せ散々稼がせた末商売の邪魔になるからと私の子供六つになる男の子を里へやると言って隠してしまいました多分殺してしまったことでしょう それから一年経っても居所も教えてくれず立って聞くと私はひどい目に遭わされました近頃町内の井戸から子どもの骨が出て大騒ぎをしましたがお上に訴えるにはそれが私のせがれだという証拠が一つもなく私は毎晩悪い夢ばかり見ておりますおはんは言葉を切るのです白山の茂吉に 腰縄を打たれて目を拭くのさえ自由になりません平次は慰めかねしばらく涙の収まるのを待ちましたが続いて「この部屋に要求は置かなかったか?」と聞くと「私はあんなものをそばへ置くのも嫌で近頃はこの商売から身を引きたいと思っております」と言うのです「九太郎の要求の腕前は?」 と尋ねるとおはんは軽蔑した調子で「少しはやったようですが」といかにもそっけないものです「おめえのもう一人の子はどうした?」「確かおひなとかいう女の子があったはずだが平時の問いは唐突でした」「はっと上げたおはんの顔はみるみるのぼせて生き生きと頬を染めましたがそれもやがて潮のごとく引いて元の青白い顔色に帰ります」「私の娘」 どこへ行ったか分かりません。十日ほど前から姿を隠しましたが今は私一人で親も子も兄弟もありませんそういうおはんは激しく首を振るのですこうか不幸か八五郎は母屋の誰彼と話して精一杯証拠あさりをしているのでしょうここへはまだ顔を出さず平次は役目を離れて妙にホッとした心持ちになります元の 母屋に帰ると八五郎が待っておりました「親分変なうちですよそれにあの主人の九太郎という男は仏様の悪口を言うようだが恐ろしい女道楽で三年目 両国の人気者のおはんを二人の子供付きも承知で引っこ抜いた時は大層な身の入れ方でいずれ女房にするだろうと言われましたが一年ほど前に男の子が見えなくなりその頃からもう一人の雇り女のお民を可愛がれ始め店中の噂になりましたが近頃はそのお民に不都合があるとかでもっと分けおやすに乗り換えてお民も少し呆れられたようで <laughs> とんでもねえ仏様ですよ バーチの当たった野郎だまあ騙されたと思っておやすに会ってみてくださいよまだ18だというのにそんなもんに会うのはおめえに任しておこうところで主人の久太郎は病がなかったかそれを聞きて毎晩煎じ薬かなんか飲んでいなかったか平次がこう言うしたから人の薬だからと言って夜食の後で妙なお薬を自白に飲んでいました湯飲みで1杯ずつ 若子女が口を出すのですおめえは乙女さんと言うんすよ八五郎が答えましたその薬の残りはねえのかいつも誰がこしらえて飲ませるんだお民さんの役目ですよトリカブトとか言って間違えば大変な毒になるんですって呼んべえはお民さんがいのうちにこの部屋へ持ってきたようです今朝その湯飲みがどこにあった洗ってお勝手にありました乙女という娘は 平が聞くままに何もかも素直に答えるのですさて銭形の親分このあたりでも下手人を送ったもんだろうな白山の茂吉は言うのです下手人おはんだよあの女は二人の子供が行方知れずになった上九太郎に捨てられてやけになって殺したに違えねえ窓は向き合って開いていたしこっちには明かりがついていた その間はたった三軒。要求の上手から見ると、七軒半離れた三寸の的より、鼻の先の目玉の方が楽だ。待ってくれ、標や親分。どんな要求の上手も、二本の矢を一度には離せねえ。一方の目をやられると、声を立てるとか、動くとか、もがくとかするはずだ。二本目の矢が来るまで、じっとして待っているのは変じゃねえかそれに、九太郎は窓の方に背を向けて、窓枠に持たれていたはずだから、向こうの窓から。 二つの目をいっぺんにはいられねえ。それに死骸はところどころまだらになっているのも変だ。すると、オラはまだあの娘に聞きてえことがある。平次はもう一度乙女を呼びました。なあ乙女、おめえの知ってることだけを隠さずに話しつくれ。おはんは縛られちゃいるが、おめえが正直に言いさえすりゃ、あの縄を解いてもらえるんだよ。平次はこの正直そうな娘が。 さっきからおはんの縛られている部屋を覗いてみたり茂吉の顔ばかり気にしている様子を見ていたのですおはんねさんはかわいそうですよあの人は随分親方にひどい目に遭わされながらも私たちをかばってくれたんですものそんなこともあるだろうよところでそのおはんには子供が2人あったということだがおめえは知っているのか 私は来たばかりでよく知りませんが雇い女が子持ちじゃ人気に関わると言って親方がおはんさんの男の子を隠したとか里にあったとか言います女の子はしばらくおはんさんと一緒にいましたがそれはおはんさんがどこかへ預けたようですよしよしところでもう一つ聞きてえがお民は雲兵衛ちょいちょい店を開けたと思うが気がつかなかったか 二度どこかへ行ったようです。親方に呼ばれたのかもしれませんひどく顔色が悪いのでどうしたのかと聞くと嫌なものを見て胸が悪いと言っていましたが四つ頃でしたかしらそれっきり誰も奥の親方の部屋へは行かなかったんだないつもおやすさんが行くんですけれどもゆんべは昼からの客が立て込んで疲れたからと私と一緒に寝てしまいました乙女を返すと、 平次は白山の茂吉に「さあ茂吉親分お飯の名はを解いてやるがいい」「親分に解いてもらった方がお飯も気持ちがよかろう」と思いもよらぬことを言うのですそれはまたどういうわけだ主人の九太郎を殺したのは要求の矢でねえと分かっても殺したのはお飯でねえとは言えめえ茂吉は少しつむじを曲げた様子ですあんなに両方の目をついても 大した血も出ていねえ。九太郎が死んでっから要求の矢で疲れた証拠だ煎じ薬に毒が入っていたにちげえねえそれから右と左と目をいた矢が互いに向きも揃わずに食い違ったようになっている三軒先から要求でいたんでなくすぐそばに来て手に矢を持って死骸の目に突っ立てたんだ二本の矢の方角が違っているのはそのためだ生きている人間なら 鼻の先へ来て目や矢を突っ立てるのを黙っているはずはねえすると九太郎は若返りの薬でやられたんだ毎晩湯飲み一杯ずつ飲む鳥リカブの煎じ汁を九太郎を恨む者が倍も濃くするか鳥リカブか玉ねぎの根をわさびおろしですり込むかそれを飲みゃ九太郎はふらふらになるに違えねえいずれも運動神経の麻痺や 呼吸麻痺を起こすのですそんなことがあるだろうかそのままにしていても九太郎は死んだにげえねえがそのままにしておきゃ薬刀を持ってきた者に人殺しの疑いがかかるくせ者はそれが嫌だった窓の向こうに九太郎を恨んでいるおはんが酔い寝をしていることを知って床の間にあった要求の矢を一本ずつ死んだようになっている九太郎の目に突っ立てた恐ろしい女だ女 ともかくもう茂吉親分の手でおはんの縄を解いてやれなるほどそう聞きゃもっともだ白山の茂吉は平次と一緒に向こうの部屋へ行くと黙っておはんの縄を解いてやりましたありがとうございます親分方でも私は親方を殺そうと思っておりましたがおおいい詳しいことは後でゆっくり聞こう平は、 手ををげておのの口を封じましたその時親分あの女は手に負えませんよくねくねしているくせにいざとなると食いつく引っかくはいって八五郎はそう言いながらお民の生尻じりを取って引いてくるのです白山の親分九太郎殺しの下人を受け取っつくれ白山の親分一人の手柄でいいとも平次はそう言い捨てて美しい飯うどのお民をを 茂吉に引き渡して、帰り支度をするのです。追っかけて何やら、違法とするおはんを、そのまま追い返して。平次と八五郎は、家路を急ぎました。下手人はおたみと分かりましたが。あしには、どうも腑に落ちねえことがありますよ。八五郎は、こう水を向けるのです。おめえはまた。 普段の増物だのと余計なものを持っているんだなお藩があの子をわしのところへ置いていったのはどういう歓迎だったんでしょう八五郎にはそれがまず飲み込めなかったのですおめえを後添えにしてあの子を育てようというわけじゃねええ不足らしい顔をするなお藩は,はあの子の命を助けたかったのさお藩は,は九太郎が憎かった男の子は多分九太郎に殺されたことだろう いずれはせがれの敵を討とうと思っていたが九太郎は表面はお藩はの主人だ衆殺しは罪のうちでも一番重い張り付けでなければノコぎり引きだ本人はそれでもいいとして衆殺しは罪三族に及ぶと言われ下手人の親も子も兄弟も首を切られるこれは恐ろしく残酷な事実でした徳川家の刑の記録によれば浪人の下僕が激怒のあまり その主人を殺したためにはるか欧州に住んで何も知らずにいたその下僕の親も子も死刑に処せられ兄弟製鉄まで流罪にされた例がありまた一例では主人の娘と上司した手代が衆殺しとみなされて同じく親兄弟まで軽死したことが書き残されております。おが 主と名のつく九太郎を殺す決意を固めた時第一番にその娘のお雛の無事を願ったのも無理のないことでした週殺しに子供があると分かれば間違いもなくその首もはねられるのですするとおはんはおめえという人間を買ったんだよ八五郎親分なら間違いもなくお雛を助ける上にあの子を可愛がって育ててくれるだろうとそう思ったにげえねえ 哀れなことだが見込まれたおめえを少しは見直したよでもおっしに預けるといつかは親分の耳にもヘールじゃありませんか俺の耳へへイっても八五郎なら何とかうまくやってくれるにちげえねえと思ったこったろうもっともこの俺が小耳に挟んだところでそんなひでえことはしねえに決まっている平地は自分の気の弱さも知っているのですよくよく甘く見られたわけでそれでいいんだよ おはんはおめえの後ろ姿を拝んでいたぜいずれそのうちにおひなを受け取るに来るだろうその時はそう言ってやるがいいこの世の中に女の仕事も少ねえわけじゃねえ要求場の雇りなどはよして家庭一門商売でも始めるがいいとなそうしてあんなかわいい子があるんだから平次はそう言ってふと言いすぎに気がつきました せっかく馴染んだおひなを奪われるのは八五郎にとってはひどく寂しそうです野村古道作「銭形平治鳥もの控え」より「八五郎を子守唄」書出昭和二十九年「オール読み物十一月号」より「読み切り」